エースと4番の活躍で初戦ものにしました。今日は1日の巨人戦ポイントまとめいきたいと思います。このチャンネルではカープの試合キックポイントまとめや選手紹介、観戦配信ライブを随時配信していますので、カープファンの方はぜひともチャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。それでは確認していきましょう。試合は5対3でカープが見事ものにしています。この3連戦3連勝すればカープ2位に浮上するということもあるので、まず初戦を取れたということでいい勝利だったかなと思います。得点振り返りますと、まず初回、マクブルーム選手のレフトへのタイムリーヒットで先制します。で、その後、坂倉選手のライトへのタイムリーツーベースもありました。これもね、マクブルーム選手よく一塁から走ったなと思います。さらに4回の裏、葉月選手が左中間へのタイムリーツーベースで、スリーベースで追加点を挙げて、5回の裏、マクブルーム選手がツーランホームランで5点取るという流れになりました。5回裏の、ね、ホームランは素晴らしい一打でした。で、大瀬良投手、6回投げて3失点ということで、7回、8回、9回は矢崎投手、森浦投手、栗林投手が無失点リレーで、見事5対3で勝利ものにしています。いい試合ができたんじゃないかなと思います。ヤクルトにね、3立てされた後の試合でしたが、その悪い流れを断ち切るナイスゲームでした。で、ターニングポイントですが、6回の表、ワンアウト1、2塁からの大瀬良投手のね、粘りが勝因かなと思います。この回、連打と、小園選手のね、エラーで、ちょっとゲッツを取れずに失点したという場面がありました。坂本選手のショートゴロですね、ちょっとボールを握り損ねというか、そういう感じでゲッツ取れずに失点して、なおもワンアウト1、2塁というピンチだったんですけど、そこからポランコ選手を抑えて、で大城選手を歩かせてしまったんですけど、満塁から中田翔選手、代打の中田選手を打ち取るということで、なんとかね、このピンチ無失点で切り抜けたのは良かったかなと思います。中田選手に対してはね、ストレート2球続けて、最後はインコースの力強いまっすぐでセカンドフライに打ち取っていたので、まあ、ここら辺最後の粘りはエースかなといったところを感じてましたね。本当最後のまっすぐ、もう力込めて投げてるというのがね、もう投げた後のフォームの躍動感から伝わってきたので、あそこはね、本当にナイスピッチングだったかなと思います。ここを抑えられたおかげで、まあ、5対3のまま勝利できたんじゃないかなと思います。でポイントまとめです。打者で言うと4番マクブルーム選手、大活躍でした。3安打3打点1ホームランの大活躍ですね。スリーベースが出ればサイクルヒットというところでした。でホームランにしたボールなんですけどね、これね、そこまで甘くないボールでしたね。インコースに食い込むツーシームだったんですけど、それをね、見事に捉えて、もう打った瞬間ホームラン確信するような一打でした。素晴らしいバッティングでした。4番らしいバッティングでしたね。で今日はね、打てる球はね、積極的に打つスタイルだったかなと思います。1打席目も2球目の甘く入ったボールを打って、で2打席目も甘く入ったボールを打つと、でそしてこの3打席目に、まあ、2球目の甘くはないんですけど、インコースのツーシーム狙っていたんでしょうね。それをホームランにするということで、これまでね、結構ボール見るっていうスタイルのマクブルーム選手だったんですけど、今日はね、2球目積極的に打って結果が出ていたなという印象です。本当ね、日本の野球にも慣れてきたということもあって、もうだんだん積極的に行くっていう打席も増えているかなと思います。でホームランも、いいバッティングでしたし、ああいう打球もどんどん増えるんじゃないかなと、ね、期待させてくれる結果でしたね。はい、もうちょっと気が早いんですけど、来年のね、シーズン契約ちょっと早めに結んでほしいなと思うぐらい、本当近年で言うとね、当たり選手の助っ人なので、このままこの調子維持して4番として活躍してほしいなと思います。本当に今日ナイスバッティングでした。そして上本選手、今日1番としての役割を果たしてくれました。2本のヒットと一度の盗塁決めるという、さすが1番というところでした。前日の試合では3回チャンス回ってきたんですけど、まあ、1番で起用されたにもかかわらず、ちょっと3回凡退してしまったというところがありました。まあ、特にね、10回裏の満塁からのバッティング、ファーストゴロゲッツーになった場面はちょっと残念なね、バットも振り切れることができてなくて、上本選手らしくないバッティングだったので、そこはねちょっと残念でしたが、その次の試合で早速結果出たのは良かったですね。でこの2本のヒットはいずれも得点に絡んでいるということで、さすが出塁率高い上本選手だなというところは感じました。でその2本目のヒットなんですけど、まあ、詰まってはいたんですけど、センター前へ落ちたということで、まあ、こうやってね、バットを振り抜けているのでセンター前に落ちたのかなと思います。本当今年はね、こうやって振り抜けているのが魅力的の一つかなと思います。まだホームランこそはないもののね、それで鋭い打球も出ているので、今後もこの打撃をね、続けてほしいなと思います。本当上位起用しても全然調子を落とすことないので、このまま1番2番で出塁率の高さを生かすのがいいと思うので、まあ、野間選手が1番に戻ってきても、上本選手をね、2番に置いた方がいいんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっと今後もね、上本選手の活躍に期待したいなと思います。そして坂倉選手、連続丸試合の
安打記録は途切れてしまいましたが、まあ、今日もタイムリーを放つということで活躍してくれました。1打席目でね、しっかりとツーベースヒットを打って得点になりました。素晴らしいバッティングでした。で、今日もツーベース放ったり、で、この前のヤクルト戦でも特大のアーチ放ったりね、本当長打も増えてきているので、状態相変わらずいいなというところですし、もう打率ランキングね、気づいたらもう2位に上がってました。本当交流戦でね、2割9分打ってたバッターとは思えないぐらい一気に上げてきているので、まだまだね、ここから上がってくるんじゃないかなというような期待を抱かせてくれているので、この調子維持して頑張ってほしいなと思います。そして、初期選手ですが、今日スタメン起用に応える2安打1打点と、いうことで、今日スタメンで起用された初期選手が見事ね、結果を残してくれました。このタイムリーなんですけど、まあ、高めに浮いてきたスプリット、変化球を叩いて左中間を破る打球を打ってくれました。ツーアウトからでしたが、よく打ってくれたなと思います。それでね、まあ、その打球で一気に三塁まで行ってスリーベースということで、あれもナイスランでしたね。初期選手の足を生かした攻撃。まあ、結局得点にはつながらなかったんですけど、ああいう足でね、次の塁行くっていう攻撃ができる選手なので、やっぱり初期選手もスタメンで起用したら面白いなと思うような活躍を見せてくれました。本当にね、限られたチャンスでこれまでね、結果残しているので、もっともっとね、スタメン増やしてもいいんじゃないかなと思います。本当にいいアプローチできているので、まあ、もっともっと上位でも起用できる足がある選手なのでね、起用しても面白いのかなと思うので、今後もね、初期選手にはちょっと注目したいなと思います。で、今日5得点でしたが、全部ね、ツーアウトからの得点ということで、まあ、今日はね、特に4番とその初期選手の若手の勝負強さ光ったかなと思います。まあ、坂倉選手もツーアウトからのヒットということで、やっぱりね、ツーアウトから得点できるっていうのは大きいので、まあ、今後もね、このツーアウトからもしっかりと粘って得点できるっていう試合が続けば、また勝ちも増えてくるんじゃないかなと思うので、今日みたいなね、粘り強い攻撃見せてほしいなと思います。で、大瀬良投手の投球まとめです。今日平均球速146キロ、マックスは148キロでした。前回横浜戦は9回投げて無失点という素晴らしいピッチングで完封勝利上げていました。前回からね、このフォークの投球割合が増やしていたというのが特徴です。で、今日見てみますと、まあ、今日も相変わらずストレート、カットボール中心で、で、今日もね、このフォーク比較的多く投げていたかなという印象を持ちました。で、まあ、前回とはシュート投げあんまり投げてなかったんですけど、今日はシュートもちょっとだけ投げて、で、チェンジアップも本当わずかに投げるというようなピッチングでした。で、それぞれの球種見ますと、まあ、ストレートね、良くなってきてるかなと思います。2軍降格前はストレート結構打ち込まれるという場面あったんですけど、今日はね、ストレートヒットされてませんでしたし、まあ、空振りもある程度取れていたということで、まあ、質が戻ってきているかなという印象です。で、カットボールに関しましても空振りが取れるようになっていると、まあ、非常に高いですね。空振り率 30% 取れるようなボールに戻ってきているので、まあ、降格前ね、この2つの球種がちょっと質が落ちていたので結果が出ていなかったんですけど、まあ、この2つの質がね、ある程度戻ってきているかなというような印象を受けています。まあ、でもカットボールに関しては空振り取れている一方で、ちょっとヒットがね、多かったかなというところで、まだ向上できるかなというようなところはあるかなと思います。で、フォークですね、前回からフォーク割合増やしてるんですけど、このフォークいいですね。まあ、前回もこのフォーク良かったんですけど、今日もフォークで空振りが取れていたというところなので、まあ、このフォークが一つ復活の鍵握っているかなというふうな印象を持ってます。はい、というわけで、前回の登板から割合を増やしたフォークがね、今日も効果的だったんじゃないかなと思います。まあ、これもヒットは打たれているんですけど、まあ、ボンダも打たせていますし、空振り取れるということで、いいボールなのかなと思います。で、またカットボールもね、空振りを奪えて、降格前よりは本当良くなっているかなと思います。1軍戻ってきてからね、カットボールある程度ね、戻ってきていると思います。で、ストレートの球威もヒット打たれていないので、戻ってきているという印象なので、まあ、今後もっともっといいピッチングしてくれるんじゃないかなという期待は抱いています。で、6回ピンチの場面はよく粘ったということで、まあ、ターニングポイントでね、お伝えした通り、ちょっと小園選手のね、ミス、ゲッツ取れなかったというエラーでちょっと嫌な感じだったんですけど、そこから無失点だったので、後輩のミスカバーしてくれたなと思います。まあ、さすがね、エースだなというような内容でした。で、今日はね、99球、100球未満でしたが、まあ、6回ね、ちょっとまあヒット、連打も浴びていたということもあったので、その内容を見て、継投に移りましたね。まあ、ここもナイス判断ですね。まあ、やっぱり7回、矢崎投手がある程度計算できる目処が立ったっていうことが、一つね、スパッと変えれた要因なので、まあ、そこら辺も良かったんじゃないかなと思います。まあ、6回でね、降板はしてるんですけど、まあ、前回と同じくね、試合は作ってくれて、まあ、ある程度安定感も戻ってきたので、また次のピッチングも
期待したいなと思わせるような内容でしたね。本当ね、カーブ、ストレートも良くなってきてますし、まあ、フォークですね。フォークがいいということなので、まあ、この3球種が今後も軸になってくるかなという印象です。次のピッチングも期待したいと思います。で、中継ぎポイントまとめで進みます。7回登板した矢崎投手、2個フォアボール出してしまいましたが、まあ、しっかり無失点で切り抜けるということで、まあ、ある程度ね、フォアボールは出してしまうピッチャーなんですけど、まあ、結果ね、無失点なので、それでいいんじゃないかなと思います。今日はね、ほんとまっすぐ、球威が良かったので、このストレートで空振り奪ったり、ファール打たせるということで、カウントを稼げていたかなと思います。で、これまでストレートとフォークの2球種で抑えるという試合が多かったんですけど、今日はね、フォークだけじゃなくて、スライダーも混ぜるということで、安定していたんじゃないかなと思います。はい、なので詳しく見ますと、まあ、ストレートで空振り3つ奪えているのが良かったですね。で、今日はちょっとフォークね、低めには投げ入れていたんですけど、まあ、見極められていたというところもあるので、まあ、それもあってスライダーも織り交ぜていたのかなと思います。まあ、でも本当ね、安定してピッチング見せてくれてるので、まあ、今後もこのストレート、フォーク中心に抑えていってほしいなと思います。そして8回の森浦投手ですが、まあ、ちょっとピンチ作りましたが、まあ、結局無失点で切り抜けました。ノーアウトからね、連打浴びて、ちょっとどうなるのかなって思ったんですけど、まあ、そこから石川選手、大城選手をね、まあ、ストレートで空振り三振、見逃し三振にして、連続三振に奪っていたので、やっぱりこのストレートがいいのも森浦投手の好投の一つの要因ですね。で、その後フォアボールで満塁にもなったんですけど、まあ、最後、代打の中島選手、カーブを打たせて切り抜けるということで、追い込まれた後ね、まあ、チェンジアップでもストレートでもなく、最後カーブを決め球に持って切るという、あそこもね、面白かったですね。はい、というわけで今日見ますと、まあ、ストレート、ほんと145キロ出てますし、まあ、これで空振りを4つ奪えてるということで、非常にいいボールだなという印象は受けてます。で、今日はカーブも多く投げていまして、まあ、カーブちょっとね、なかなか入らなかったんですけど、まあ、最後、本当いいところに決まって、中島選手もちょっと打ち取られていたので、そこは良かったんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとランナーはね、出してしまうというピッチング続いているんですけど、結局ね、要所で抑えて、無失点で切り抜けてくれているので、本当に好投を続けてくれてありがたいですね。セットアッパーとして、もう申し分のないピッチングしてくれているので、今後も無失点続けてほしいと思います。で、9回の栗林投手は今日はね、三者凡退で試合を締めくくるというナイスピッチングでした。今日はね、カーブもいいコース投げられていたかなと思います。それもあって、ストレート、カーブ、フォークという3個使える球があったんじゃないかなと思います。で、最後、ウォーカー選手にはね、フォーク3球続けて空振り三振にしていました。最後ね、ほんとフォークいいとこ落ちて空振り三振奪えていたので、さすがだなという投球見せてくれていたので、まあ、明日、明後日と登板あれば、またね、そこも無失点で抑えてほしいと思います。カープの次の試合です。カープ2日も巨人戦がマツダスタジアムであります。予告先発は森下投手と菅野投手となっています。注目ポイントですが、前回抑えられた菅野投手を打ってカード勝ち越しになるかということで、前回は8回と3分の1イニング、9回途中まで1失点に抑えられて敗北ということで、まあ、あわや完投負けというところでした。で、カープの先発は森下投手ですが、ちょっとね、今年安定してないということがありますので、やっぱりね、それを考えると援護欲しいんじゃないかなと思います。で、菅野投手に対してになると、まあ、なかなか連打とかもないかなと思うので、まあ、今日のような足を絡めた攻撃も重要かなと思います。初回は梅本選手の盗塁で得点につながってますし、で、今日は小園選手の場面でエンドラン仕掛けたりというところもあったので、そういったね、足絡めた攻撃すると、まあ、相手バッテリーも警戒しないといけないので、より打てるチャンスが出てくるかなと思うので、まあ、ここら辺も注目したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。初戦を見事ものにすることができました。勢いに乗って、この3連戦、3連勝いって2位浮上してほしいと思います。このチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。それではカープの勝利に乗りまして、ガツガツガツカープ、頑張れ。